本日はとんがり頭の本太、2つの名前を生きた福島被災犬の物語、舞台挨拶付きの上映にご来場くださいまして誠にありがとうございます。本作は東日本大震災により飼い主と生き別れになった被災犬ゴン太が、たくさんの人々の善意に満ちた行動により奇跡を紡いでいく物語となっています。監督と、シナリオを担当しました西澤でございます。本日は本当にお忙しい中をこのようにお集まりいただきましてありがとうございます。1995年 の、 阪神・淡路大震災を私は神戸で体験をいたしました。でその時は個人的にもまた会社としてもですね、いろいろできることをやらせていただいたんですけれども、今回 の、 2011年の東日本大震災では、若干の寄付とかはさせていただいたんですけども、なかなかそれ以上のことができなくて、なんかできないかなと思ってたんですね。でたまたま家内の西澤雅恵が新幹線の中でゴン太の原作、今は、原作とは呼んでますけど、一応本をですね探してくれまして、で私としては3作アニメを作って1作ドキュメンタリーを作りましたので、多分最後の作品になるかなというふうに思っておりまして、でもその原作っていうかね、それを見まして、やっぱこれで何とか作りたいなというふうに思って頑張ってきたわけです。まだまだね、被災されている方の状況もまだまだ良くないし、それから、例の原発ではね、汚染水の問題とかもまだまだ解決されてない部分もありますけれども、できるだけ皆さんに状況を知っていただきたいし、それからそれ以降に生まれた若い人たちというのは全然状況わからないというふうに思うんですね。そういう意味を込めて、この作品を作らせていただきました。はい、本作はもともとドキュメンタリーが原案なんだとも伺っているんですけど、アニメ化しようと思ったのはどういったところからだったんですか？そうですね、もともと私は実写の映画監督を目指してたんですね、学生時代に。たまたま大学院にも行っちゃったんで教育の道を選んだんですけど、できれば実写じゃなくてアニメにしたいと思ったのは、アニメの方が息が長続きするんですね。実写っていうのはわりかし古びるっていうか早く古くなっちゃう。アニメはそうでもないんですね。それと子供と大人で見た後にいろんな話し合いができるのはアニメの方がいいんじゃないかなと思って、それでこの作品をね、アニメにしようということになったんです。今日もね、お子さんが来てくださっていますけれども、ご覧になった後で家族でね、いろんなお話をしていただけると嬉しいですね。そうですね、作品の性格上ね、あまりこれだっていうような断定はしておりませんけれども、皆さんの中でまた見た後ね、いろいろ原発の問題、それから、本件の問題とかいろいろまたね、話し合いをしていただければ一番いいかなというふうに思っております。東日本大震災は私も東京で経験しましたけれども、東京から知り得る情報っていうのはニュース番組とかでしか、見られないですし、知らなかった情報というか、こんなもちろん大変な状況だったり悲しい思いをたくさんされた方いらっしゃると思うんですけれども、それ以上にいろんな大変なことがあったりとか、こういう保護犬を、被災犬を保護する活動があったりするなんかっていうことも、割と私はペットを飼っていないこともあって知らなかったこともたくさんあったので、脚本を読んで改めて、こういうことがあったんだなとか、大変な思いをされた方がいっぱいいたんだなっていうのを感じました。監督とお話をさせていただいて、今回の作品はとてもリアリティのある作品でもあるので、こう自然になるべく演じてほしいというお話をいただきました。ね、はい、とにかくね、あんまり芝居をしないでくださいってね、よく、今までの作品でもそうなんですけど、よく生の字を出していただくのが一番いいかなと思って、そういうふうな、ね、やり取りしましたね。はい、そうだったんですね。監督はいかがでしょうか？コロナ禍ならではのこの制作をする上でのご苦労などはありましたか？そうですね、作品としましてはね、やっぱり、まずは地震、それから津波、そして原発の爆発っていうことがあってですね、
その辺をどういうふうに表現しようかっていうことは随分考えました。やっぱりあの津波の場合、これ全部 CG でやってるんですけど、津波の場面なんかはね、被災された方なんかはやっぱりそういう胸が痛むシーンだろうと思ったりしましたし、あの地震の場面もそうですね。だけどやっぱりそれはそれなりに表せないと、見る人には分かってもらえないし、特に若い人には分かってもらえないということもありますけど、まあ、そのところは頑張って、それと犬がたくさん出てきますので、この犬の、まあ、という描き方というか、これはスタッフが、ね、みんな頑張ってくれて、なんとか満足にいくようになったのかなというふうに思っております。あとはもう石川さん大阪ですよね。あ、関西、割と早めに東京には来てしまっているんですけれども、はい、生まれは兵庫県なので、ゆきと一緒で、まあ、大阪とかに長く住んで、あと関西弁ね、ちょっとだけ、あ、そうですね、お母さんとネタバレしていけるお母さんとやりたいとかね、はい、それから、他の皆さんっていうのは、ほとんど福島の出身の方が、そのまま方言でやってくださいというふうに今回は、やりましたので、その辺がね、結構リアルに、状況を、ね、出していただけたんじゃないか、皆さん、本当によく頑張ってもらって。これは監督というよりは皆さんの頑張りだと、これはスタッフもそうなんですけどね、アニメーションというのは実写と違ってたくさんの方が関わっておられます、まあ、そういう方々がこの大体賞味を4年から5年にかけて頑張ってもらったので、この作品ができたというふうに、ご理解いただければいいかなというふうに思います。東日本大震災から11年経ちましたけれども、この映画アニメーションではあるんですけれども、本当にドキュメンタリーのような、本当にあったことがここに描かれています。あの時どんな大変な思いをした方々がいたか、そしてどんな悲しい思いをした方々がいたか、そしてそんな中でユキのようにボランティアとして活動していたり、そんな方たちと出会ってさらに前を向いて歩む人たちの物語となっております。ぜひ皆さんも、この東日本大震災を忘れないために、ぜひ見ていただきたいですし、これからも私もずっと忘れないでいようと思います。最後まで楽しんでいってください。今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございます。では最後に感謝をお願いいたします。要は本当に災害、まあ、大国というか災害がいつ起こっても不思議じゃないというような国ですしね。それから昨今はロシア・ウクライナの戦争の中でも核という問題が、妙にこうクローズアップされていきましたよね。ですからそういう意味でのね、明日どうなるか分からないっていう、まあ、ある種のこう危機感っていうのをやっぱり持って、でそれに対してじゃあ我々はどうやって生きていくのかということをね、やっぱり考えていかないといけないのかなというふうに思っております。まあ、この映画をね、皆さん見ていただいて、まずは、2011年の3月11日を忘れない、まあ、最後にもそういう話があるんですけれども、まあ、それが大事だと思うし、それからやっぱりこれから本当にそれに備えてどういうことを考えていけばいいのか、それからやっぱり頑張って生きていくと必ず支援者というか連帯が生まれたりするだろうと思うんですね。ですからこの作品もそういった意味でこの主人公の女の子が頑張っていくわけですけど、それを支えていく皆さんもそこにいるわけで、そのあたりもね、一つよく見ていただければいいかなというふうに思っております。最後に私犬を、ね、飼っておりまして、そのところがどっかでね、それが出てきます。ちょっとネタバレになってもいいかな出てきますので、そのあたりトイプードルなんですね。これはちょっと特別、まあ、監督特権でちらっと登場させてますので、そのあたりもちょっと見ていただければなというふうに思っております。本当に今日は、お集まりいただきましてありがとうございます。ゆっくりご一緒いただければというふうに思っております。ありがとうございました。